鬼殺隊、その数およそ数百名。古より存在していて今日も鬼を狩る。鬼殺隊は生身の体で鬼に立ち向かう。人であるから傷の治りも遅く、失った手足が元に戻ることもない。それでも鬼に立ち向かう。人を守るために。鬼、主食人間。人間を殺して食べる。身体能力が高く、傷なども立ちどころに治る。切り落とされた肉もつながり、手足を新たに生やすことも可能。体の形を変えたり、異能を持つ鬼もいる。人にあだなし、鬼殺隊に立ちはだかる。スマートフォン向けアプリゲーム、鬼滅の刃、血風剣劇ロワイヤル。2020年、配信予定。